どうも、くまっけ音楽チャンネルのくまっけです。本日はバックナンバーさんのハッピーバースデーという曲をやっていきます。このチャンネルではギター弾き方に関して発信しておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では本題に入っていきましょう。ということで今回はハッピーバースデーというね曲をやっていきますで、カポなんですけれども4につけてやっていきます。なので上から4フレットですね、1234つ目にカポっていうこのね、コードをね簡単にしてくれる道具みたいな、ものなんですけれども、1本持ってるとね便利だと思います。それをつけています。おすすめのカポについては概要欄に載せておりますので、楽器屋より安いんじゃないかなと思いますんで見てもらえるといいかもしれないです。では登場コードです。 G は薬指が6弦の3フレット、そして中指が5弦の2フレット、小指が1弦の3フレットです。ちなみにカポをつけているとここが1フレットになります。だから123フレットっていう風に数えるっていうことですね。そして B7、さあこれ難しいです。4本の指使います。何かというと中指が5弦の2フレット、人差し指が4弦の1フレット、薬指が3弦の2フレット、小指が1弦の2フレット、はい、なんですけれども、これ難しい、あまりにできんっていう人はですね、Bm7 っていうねコードがありますので、それで一時的に代用していただくっていうのもいいと思います。人差し指を抜いたやつが Bm7 ですからね、うん、それでやっていただいても構わないです。まず初心者の方にとってはギターに慣れるのが大事ですからね。早すぎたら一時停止して画像を見てゆっくり押さえてみてください。そして Em7 は5弦の2フレットに中指です。それだけですね。そして C は薬指が5弦の3フレット、中指が4弦の2フレット、人差し指が2弦の1フレットです。そして D は人差し指が3弦の2フレット、薬指が2弦の3フレット、中指が1弦の2フレットです。そして似てるコードですが D7 は中指が3弦の2フレット、人差し指が2弦の1フレット、薬指が1弦の2フレットです。そして Am7 はさっき C っていうコードがあったと思うんですけれども、その C の薬指ないバージョンですね、はい、これが Am7 です。だから C を押さえられる人は薬指を抜くだけでできますよということですね。そして A7 は人差し指が4弦の2フレット、中指が2弦の2フレットです。そして Cm、 これなんですけれども簡易コードのバージョンですね。本来の Cm っていうのはこうです。バレーコードなんですけれども、僕の講座ではバレーコードを使わず簡単コードでやるので、その簡単バージョンだとこれになります。人差し指が1弦の3フレット、中指が2弦の4フレット、そして最後薬指が3弦の5フレットですね。はい。で、注意点としてはこの下3本だけを弾くようにしましょう。押さえてるところだけを弾く。下を狙ってやりましょう。さあ最後です。G ディミニッシュ。これは簡易コードバージョンの G ディミニッシュです。で、実際の G ディミニッシュってどういう押さえ方かっていうところなんですよね。はい、これが G ディミニッシュです。正しいやつなんですけれども、このコードをとっさに押さえるのは非常に難しいということで、これを簡易化して、はい、この押さえ方にしております。この場合は人差し指が2弦の2フレット、そして薬指が1弦の3フレット、中指が3弦の3フレット、はい、これです。で、正しい G ディミニッシュがしたいという人はですね、この押さえ方にするといいので、それも伝えておきますね。人差し指が4弦の2フレット、そして薬指が3弦の3フレット、そして中指が2弦の2フレット、最後小指が1弦の3フレットです。はい、これでですね、この押さえ方でやっていきましょう。では今画像に出しているコードのみを使ってこの曲を実際に弾いてみたいと思います。ギター1本で弾きますので、これに合わせてまずはカラオケ気分で歌っていただくといいかなと。そして、その後に解説するパートですねが分かったらまた戻っていただいてお手本引きに合わせて弾いていただくといいと思います。早いなっていう人は YouTube の機能を使ってスロー再生にしていただくといいと思います。では行きましょう。 G からです。 G、B7、Dm7、C、Cm、D7、G、D7、Dm7、C、Cm、D7、C、4、G、D、Dm7、C、G、Am7、D7、G、D、Dm7、C、D7、G、Am7、D、G、A7、C、Cm、D7、G、D、Em7、Dm7、C、G、A7、D、Em7、Dm7、C、G、D、Em7、Am7、D7、G、3、B7、Dm7、G、Am7、D7、G、D、Dm7、C、D7、Dm7、D、G、A7、Cm、Dm7、G、Dディミニッシュ、Am7、D7、C、4、G、D、Dm7、アルペジオにします。C、G、A7、D、Em7、Bm7、C、G、D、Em7、Am7、D7、G、Em7、Dm7、C、G、A7、D、Em7、Dm7、C、G、D、Dm7、Am7、D7、G、Dm7、Am7、D7、止めて、G、B7、Dm7、C、あとは1本このですね、Cm、D7、G、D7、Em7、Dm7、Am7、C、Cm、D7 で終わりということですね。難しい。ではここからはパートごとに見ていきましょう。まあ簡単にね解説していきたいと思います。まずイントロですね。最初こうですね。していくわけなんですけれども、何をやってるかっていうと、右手の動き、これやってます。タンタンタンツカツカトンタンツカ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 、これをやってるってことですね。タイミングとしてはだからタンタンタンツカツカトンタンツカという風にコードチェンジをしています。 G、B7、 はい、これ慣れるまでね相当難しいと思うのでゆっくりやりましょう。 G、つかつかのところで B7 になってるってことですね。で、そのまま弾くと、だから G、G、G、つかつ B7、E7、C、はい、そしてまた G になると。これを繰り返しているということですね。まずはね、このストロークをひたすらゆっくりやっていただくといいと思います。これがイントロですね。そして A メロです。いつのっていうところですね。はい。いつの間にやら日付が変わってというところなんですけれども、これ、ダウンだけっていうのがいいと思います。ダウンストロークだけっていう意味です。つまり、感じで本当に Em7 のところのダウンした後に1個だけ1弦をポーンって弾いたんですけど、そのぐらいでいいです。それ以外も全部ダウンだけでいいと思いますね。つまり G やって D やって Em7 やって1弦を弾いて、でまた C、G、Am7、D7 と、はい、そういう風にやっていただくと、この A メロはいいんじゃないかなと思います。で、じゃあ、ストロークが出てくるのはどこかっていうと、B メロのところですね。何かの手違いで好きになってくれないかなっていうところです。はい、ここ僕、お手本向きだとミュートをしていました。はい、という風にやっていましたが、実際やっているこのストロークに関してはこれです。タンタンタン、ツカタンタンタン、ツカタン、つまり、タンタンタンツカ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 、これを繰り返しているってことです。ゆっくり手動でやっておきますが、タンタンタンツカっていうことですね。これをやってると。だからタンはからピックも入れてタンってことですね。タンってことです。タンみたいな感じですかね。で、タイミングとしては Am7、D、G、A7 なのでタンのところでコードチェンジしていますよってことですね。で、ミュートに関してはですね、これ難しいと思います、慣れるまでは。でね、やってることに関しては言っておくと、この右手の腹の部分で触れながらやっています。で、右手のミュートだけに関してですね、述べている動画もありますので、そちらを参考にしていただくといいかもしれないです。で、話を先に進めます。そして C メロ、いわゆるサビですね。くだらない話はっていうところですね。はい、そこを何やってるかっていうと、イントロと同じストロークがいいと思います。つまりこうです。タンタンタンツカツカトンタンツカタンタンタンツカツカトンタンツカっていうことですね。はい、これです。もうね、僕もね、本当に時間かかりました。このストロークを覚えるまでね。これがね、難しいんですよね。簡単コードを使っても難しいので、ゆっくりゆっくりやっていただくといいと思います。タイミングとしても同じですね。コードチェンジのタイミングが2、カの、カの部分ですね。赤字になってるカがありますよね。3つ目の赤字は、コードチェンジできるところっていうね、だから、小説の中に3つコードがあったら、その3つ目の赤文字を使ってコードチェンジするといいと思うんですけど、今2つまでですよね。1小節の中に2つコードがあるぐらいなので、つかの、かの部分で変えるという風に思っていただければいいと思います。ここまでがまあ1コーラスというか1番なんですよね。で、同じように2番目も進行していくんですけれども、ちょっと違うメロディーのところありますよね。D メロ表記をさせていただいています。このまま今日が終わりというところですね。ここなんですけれども、サビと同じストロークでいいと思います。つまり、E7、ということですね。で、いつになってもという G のところも、スカトンタンスカでやって、で、もっと単純な名前で、で、G ディミニッシュが入って、いう風になっていくと、まあ、コードがやっぱり難しいのでとっさにね出せないと弾けないと思いますんで、何回もやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。でこの D メロをやっていただいた後、最後は、サビですね。でつまらない高等番のっていうところなんですけど、これはイントロとか最初ですね A メロかと同じでダウンそこまで同じ感じでいいと思います。で僕お手本弾きだとアルペジオっていう弾き方をしてました。これ1本ずつ弾く奏法なんですよね。軽くだけ言っておきますが、親指が456弦のいずれかを担当して、あとは人差し指中指薬指で321弦を弾くという奏法ですね、なのでここだったら G だったら6弦なのでだから GDEm7 という感じで1本ずつ弾くっていうところですね、だから G だったら6弦だから6弦321とかですね、63214321632という順番で弾いたらそれっぽくなるんじゃないかなと思います。 GDEm7 の場合はね C だったら5弦なので、だから53216263じゃないわ、もう数字がいっぱいあって分かんなくなる6321ですね。で A7 だったら5なので間違えた、はいっていう感じですね。5321みたいな感じでやっていくと。で最後はいつものストロークでやっていただくと、こちらの曲最後まで弾くことができるんじゃないかなと思います。で、まあ、難易度 B 表記とさせていただいております。タイトルにね難易度 B って書いてますよね、その通りですね。難しいので、まずは難易度 E とか D とかぐらいから始めるといいと思います。いろんな曲をね解説させていただいておりますので、そちら参考になりましたら幸いです。ということで今回は「ハッピーバースデー」という曲をやらさせていただきました。僕はオンラインサロンで未公開講座の公開や先行公開など、そして音楽 LINE 相談というのもやってますので、興味があればご利用ください。ということで、くまっき音楽チャンネルのくまっきでした。応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。是非チャンネル登録もよろしくお願いします。そして何かリクエスト等あればぜひお気軽に連絡をください。熊谷でした。